砂の花に鬼ヶ岳。ああ、共に7勝2敗、今場所絶好調であります。共に3勝候補の両者、今日勝てばほぼ3勝の何かしらはもらえるのではないかと。どうですかね、なんかあっさりさしそうな気もしないでもないですか。過去はね、1勝1敗ですね、対戦の時は。でも1勝1敗で渡り、先場所は綱野が寄り切り、先々場所は鬼ヶ岳が寄り切りといった相撲であります。さあ、時間です。ぴったしですね。どういう相撲になりますか。またありません。待ったなし。さあ、何だった。あ、もう来た。もう来た。さあ、もう来た。待ったなし。さあ、何だった。綱の花が2敗対決を制しましたが、もう一人の2敗、吉野さんと、今日の相手は東筆頭、鉄壁と、すでに勝ち越しを決めております。まあ、来場所はね、ほぼ新三役ということになるでしょう。鉄壁と、さらに星をね、2つに1つ上げて、一気にね、小結びでなく、関脇まで狙いたいところ、鉄壁と、まあ、6勝5敗、7勝上げるとね、関脇っていう面も出てきますからね。今日の相手は吉野里、吉野里も7枚目で7勝2敗と大健闘であります。過去の対戦は3対1、3対1で鉄兜と言えます。刺されたんだよな、これ。鉄兜と吉野里は。でも負けて寄り切でしょ。でもね、鉄兜は、あ、1、3か。鉄兜と吉野里と、ね、寄り切り。でしょ、うん、なんだ勝ったのはね、引き落とし。刺されるよね。刺されない。分かんないよ。もう哲学ともね、日々日々ね、成長してるからね。そこに期待ですね。時間です。待ったなし。さあ、頑張った。さあ、やっぱり、やっぱり刺しに行くのよ。そうそう。落ちるか。そう。待ったなし。さあ、頑張った。乗った。まあ、3敗目で完全脱落であります。タイヤ、ガッサン、ガッサン、あなた、宇治へ、宇治へ。まあ、小結びガッサン登場です。最高結びですが、2勝7敗。宇治へは4勝5敗ですね。この対戦は1対0で宇治へが勝っておりますが、どうでしょう。宇治でもね、なかなかいい相撲を見せますが、今場所はちょっと後半3連敗と星が上がらず、4勝5敗、負けてるわ。勝俣に3連敗ですね。そう、うん、あ、そうなんですか。うん、負けてる意外と。あ、そうだな、うん、じゃあ苦手じゃないじゃん。じゃないさあ、ガッサはね、横綱ハルスに勝ったものの、あと星のやつ2勝7敗と出直しの場所になりましたが、今日の相手、藤井にはどうでしょうか。どうですか。藤井は勝ち方が苦手なようです。つかんです。さあ、ガッサの対藤井の一番まっ放し。あ、きょい。ノータ、ノータ、ノータ、来ないぞ、来ないぞ。ノータ、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 まっ放し。キョイノータ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 ノ
あ、そう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 。大体ね、この。ガッサンも破れて8敗目。ました。ジエー。タイヤ、エボシだけ、エボシだけ、あなた、敷島、敷島。さあ、関脇小結びの対決であります。西方エボシだけ、西の関脇で2勝6敗。東方は東小結敷島は5勝4敗もう使うと両横綱をねなったっけなもういやもう使わないもう使わないですか、うん、いや 大関現役以外は使わないですあなるほどフリーあそうそう元は面倒くさいから多すぎてあ、うん、現役の大関以上しか使わないです了解ですさあ残り3番になりますから江越だけお伝えするは敷島の一番さあ敷島ね三役陣では唯一勝ち越しの可能性が残されている敷島ですが勝てば、まあ、二横綱倒してるからね、殊勲賞の最有力候補と言われています、敷島しかも勝てばね、またね、小結びは、関脇もありますからね、うん、関脇昇格もありますから、まだ敷島は関脇経験はないんじゃないですかね。ないですね。ない。勝俣、意外とね、小結び経験で、小結び止まりが多いんだよ。出羽ぐらいでね、そうですね。うん、関脇は、うん、ガッサンもそうだし、うん、敷島も。小結びしか経験がないんだよかな。勝さんもそうですね。勝さんも敷島も、うんうんさあ。よろしくね。敷島と鉄兜が両関脇なんてことにね、うん、なるかもしれませんな。いや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 。とりあえず殊勲賞のためにそうですね。なんと勝ち越したいですね。勝ってほしい。痴漢です。そして相手も手代の星だけ。待ったなし。あ、きょい。あー全然だ待ったなしあきおいあー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 全然だ全然強いやん押し倒しナイスタイミング全然強い押し倒勝ち越しエボシは破れて敷島よいしょダイヤ素人の西一般の一般尺のまた岡倉、岡倉場内放送、場内放送横浜からお越しの一般の玉木様一般客の玉木様桟敷席が空いておりますよかったら応援に来てください親方としてだけではなく一般客にお越しください一般客としてお越しくださいさあ、返事がありませんさあ岡村まさかの敗戦場所先日敗戦で5勝4敗、うん、今日の相手が春日根部屋一敗を守る西高度、ね、これそうですねこれで今日西高度が敗れて千代鈴が勝てばもう千代鈴の優勝であります、うん、岡村もね千秋楽千代鈴だけにね、うん、今日はここで勝って勝ち越しをね決めておきたいところもう勝ち越しを決めておきたい分かった、まあ、過去ね1回当たって、まあ、岡村の5000場所ですかね岡村は1000場所ですかね岡村と誰だっけ先々場所です先々場所押し出しですね押し出しで勝ってますね喉輪からですかねさあ緊張が走ります国技館大事な一番、うん、大丈夫時間ですさあ大事な一番待ったなし一番さあ、神田だったどうたどうたどうた左を探るのはどうた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 どあなんか2回2、3回くらくらと最後もまあ出たからいいようなもんの、うんうん、寄り切り大神楽勝ち越しであります、うん、これで地獄のあの攻めはなくなるかもしれない大神楽寄り切り負けてたらね、うん、番数も取り済みましたるところダイヤ鹿の封じ鹿の封じあなた
千代鈴、千代鈴、この相撲一番にて本日の打ち止め。さあ、千代鈴が全勝、千代鈴に東の関脇鹿の淵は負け越してはいます。3勝6敗の星でありますが、さあ千代鈴の連勝を止めることができるのか。鹿の淵であります。鹿の淵に秘策はあるんですかね。秘策というか、まあね、戦前から言ってましたけど、千代鈴の、ね、出足を土俵際で食い止めて回り込むことができれば、叩き込みというね技も出ますから、そこですね。まあ出足で勝つことはないでしょうから。ですから、ちょっと東方の、西川さん、もし万が一、回り込んだ時のですね、鹿の淵の出るのと落ちるのをよく見ないといけないですよ。なんとこっちからは落ちるのを見ても出るのは見えないですから。なるほど。あなたが大事なキーパーソンですよ。もし回り込んだら、あなたが運命を変えちゃうんですよ。僕の機嫌も変わってるんです、これで。あなたが、別に鹿の淵の優勝を勝ってるわけじゃないわけです。まあそうだけどさ、もう負け越しちゃってるしな。やっぱ違う、やっぱ意地がある、こっちでも意地が。でも三役に残るためには、あ、そうね、5勝6敗だったら残る。5勝6敗止めときたいよね。それはあるよね。上がり下がりだけどね。さあ、時間です。もう時間大丈夫、あってたの組んでる。待ったなし。さあ、食い止めることは入れるか、一気に寄り切るか。さあ、どういうか。さあ、ここで粘るか。ここで回り込めるか。ああ、回り込めない。待ったなし。さあ、食い止めることは入れるか、一気に寄り切るか。さあ、どういうか。待ったなし。ここで回り込めない。がっちり横に突かれて、千代鈴優勝。千代鈴この瞬間、千秋楽待たずに優勝であります。はい、取りました。取ったよ。はい、あー、強かった。千代鈴